コッコラは、フィンランド、中部ポフヤンマー県にあるし、コッコラ郡に属する。ボスニア湾に臨む港町である。スウェーデン語では、カールビー。2009年1月1日に、近隣のロータやカルビア、ウーラーバトが合併した。2011年1月31日現在、の人口は46,277人で、そのうち男性が22,701人。 女性が23,576人である。スウェーデン語圧者の多い町であり84.2%はフィンランドごとのバイリンガル13.9%がスウェーデン語のみを話す。この町はグスタフ・アドルフ王が咀嚼し築いた町である。モクタール取引のための港として築かれ、やがてフィンランドにおける造船の重要な中心地の一つとなった。 これらの産業により、フィンランドで最も豊かな町となった時期もあった。この町で有名な事件は、ハルコカリ騒動であろう。クリミア戦争中の1854年5月に起きた事件である。イギリス海軍の HMS ・バルチャーと HMS ・オーディンの海軍兵士たちがこの町への上陸と略奪を計画したが、領中で武装した市民に追い返されるというに遭い、旧の 小型艦艇のうちの一隻を六角された。この艦艇は1914年の時点で他国が所有していた唯一のイギリス海軍艦艇であり、現在でもコッコラの公園で見ることができる。英国の度重なる要請にもかかわらず、コッコラ市はこの艦艇の返還を拒否し続けている。また英国大蔵省はこの事件で亡くなった9人の海軍兵士の墓地の維持特用に、 毎年小学の維持費を払い続けている。1977年にカーレイラとその周辺自治体が合併した際、ココラに改名した。ココラは焚き火の場所や和紙の場所を意味する。合併前の面積は332.44平方キロメートル、そのうち4.92平方キロメートルが水上面積である。人口はおよそ36,500人だった。 フィンランズアリエルコモアンビス1.12011統計表ナン、no. バー272ありがとうございます。